それではですね、立石駅通りの方に戻ってきました。ここではよさこい騒乱的なイベントが開かれていて、メインストリートを通行していくことは難しい状況になっています。あ、りょうさんの左側にいますね。葛飾区はりょうさんにトラさん、キャプテン翼にモンチッチと、本当ね、いろんなコンテンツの聖地になっているところなんですね。そしてこの線路と道路の向こう側にですね、かつては昭和レトロな商店街が広がっていたんですが、現在取り壊しの真っ最中ということです。ここのですね、取り壊される前の写真を見たことがですね、今回この場所を訪れるきっかけになりました。幸いですね、まだ一部残っている建物があるので、そちらの方を見ていきましょう。こちらから入れるようです。正式名称は立石デパート商店会という名前だそうです。まさに取り壊しの真っ最中。そして白い布で覆われた通路の向こうにはですね、窓ガラスが割れた、まさに戦後のどさくさ、闇市から這い上がってきたようなんですね、レトロな飲み屋街が広がっています。居酒屋波。それではですね、生き残っているのんべ横丁の方入っていきましょう。右側にはですね、便所があります。ドアありません。そして抜けるとですね、またその向こうにさらに飲み屋街が広がっています。こちら側にもスナック U、 そしてこの苔むしたコンクリートがたまりません。こっちにももう一つ生き残っているストリートがあるんですが、ちょっと人来たんで先に別なところから撮影していきましょう。いいですね、この本部横丁。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、いいですね、これインスタ映えしますよ。横丁朝日ビール、朝日ビールのマークがですね、ちょっと一部の国の方の反感を買いそうな感じのマークです。でもね、本当にね、インスタ映え、一部マニアにインスタ映えしそうな素晴らしいスポットです。電柱に現在生き残っている商店街の地図が描かれています。それではですね、さらに先に進んでいきましょう。レトロかつ雑多、日本にもまだこういうところが残っていたんですね。なかなかね、こういう街並みは本当ね、貴重ですよ。そして抜けるとですね、マンションがあって、そのマンションの1階のテナントもまた居酒屋になっているんですね。そして寿司どころ江戸安というお寿司屋さんがあって、お値段は浜寿司もびっくりのお値段です。江戸安、安いという字に恥じないですね、リーズナブルなお寿司屋さん。右にもまた居酒屋さんがあります。それを過ぎるとですね、ちょっと大きな通りに出ました。ここは黄色い線が引いてあって、なかなか交通量も多くなっています。それでは道路を横断していきましょう。横断した先は駐車場になっていて、ここにも昔建物建ってたんでしょうけれども、今は駐車場になっています。その駐車場の脇にはですね、昭和レトロなトタンの壁の建築物がですね、味わい深い横顔を覗かせています。いやー、いいですね、こういうのね、ほんと好きな人にはたまらないと思います。ここも今駐車場ですけれども、そのうち真新しいマンションとかビルとか建つんでしょうね、きっと。そしてここがですね、立石の関所、もつ焼き江戸っ子というお店だそうです。ドアがですね、ところどころ半分ぐらい開けられているんですが、これは暑いから換気のために開けているんだろうと思います。そしてまた江戸安の横を通って、酒どころ春夏秋冬の脇を通ってのんべ横丁の方に戻っていきます。この錆びたトタンの壁、たまらないですね。そしたらさっき来た道をですね、今度は南側の方に向かって歩いていきます。
上にですねビニールの屋根がついていて一応雨に当たらないように工夫がされています。いやこの今はですね柵で覆われているこの向こう側もかつては同じような商店街が広がっていたんでしょうね。それではさっき人がいて通ることができなかったこっち側のストリートをですね歩いていきましょう。そのものズバイレトロという名前のお店があります。そして真っ黄色なバーバーニュー姫宝来亭。それではですね左に曲がって立石駅通りの方に向かっていきたいと思います。ここには、スナックルナというですね60分3000円のお店があります。これは鳥坊って呼ぶんでしょうかね、焼き鳥屋さんがあって、共産党ピラヨシコ議員のポスターがあります。これがまた駅通りですけどよさこいソーランのですね反対側に来たんですよ。やっぱりよさこいソーラン的なものが行われていて通行できないことに変わりはありません。仕方がないので戻ってですねまたのんべ横丁の中を通って駅の方に向かっていくことにします。ここね本当メインストリートで交通量多いんですけどね。また同じようなことを考えている人が多いのがですねのんべ横丁経由で線の向こう側に行こうとしている人が結構ねいますね。左側はこれはゲームセンターか何かなのでしょうか、アミューズメント施設のようです。のんべ横丁営業している店はなさそうですけれども、とりあえず線路の向こう側に、線路の向こう側というかよさこいソーランを避けるためにですねこっちを通る人が結構いるようです。そしたらまたねさっきも通ったんですけれども同じ道をですね線路の方に向かって歩いていきたいと思います。スナック広し居酒屋波と、いやそれがですねもう重機一発でさらちになってしまうわけですから、街並みというのも開かないものです。やっぱりチャンスがあれば街並みというのは撮影しておくべきだなと私は思いました。そしてまた京成のですね線路の横に戻ってきました。ここが高架化されればですね線路の北と南の商店街が連続するというまた街の在り方もですね変わってくるのではないかなと思います。レトロな街なのでできるだけ残しておいてほしいことは残しておいてほしいんですけれども、ただねまあ実際生活している人からしてみればですねそこまでレトロな街並みに頼った街を保証しなくても葛飾がコンテンツが豊富なので、まあ、できるだけ便利になってくれた方がいいということでしょう。それでは今日はこの辺で。